俺の区間は AWM。 はい、どうもスコアレです。今回はですね、まあ81あるじゃないですか。今装備してるんですけど、この81、3点バーストのモードがあると思うんですよね。まあ3点バーストでもまあ強いですけど、これをですね6点バーストにする方法があります。まあさすがの先にですね、もう今そのできるような感じにしてますので、ちょっと試し打ちしてみたいと思います。やってみますね。これできるときとできないときがあるんで、まあなんとも言えないですけど、やってみます。できてますね。これわかります？これ弾6発消費してんの。これまあできてないときもあるんですけど、これできてるときめっちゃ強いですよ。ほらこんな感じで6点バーストになってます。でこれ方法がですね、まあそのもう画面見てらっしゃる方はもうわかると思うんですけど、右射撃が左上あると思うんですよね。これ実はその透明になっててわからないと思うんですけど、左射撃も全く同じところに配置しています。でこの右射撃と左射撃を被らせることで、撃つときにその判定が2回になって、まあ、こんな感じで、まあわかりやすかったですけど、2回撃った判定になるんですよね。早い時はですね、一気にババッと出るんで6点バーストになるというわけです。まあ3点バーストでも結構強いんですけど、6点バーストになると、3ヘルの3直機で普通に相手を、ね、一撃で落とせるんで、これバカ強いっすね。めちゃくちゃ強いですよ。対面でこんなの打たれたらですね、確定で死んじゃうんで、これ半端ないぐらい強いっすね。やばいっす。これめっちゃやばいっすね。いまいちね、攻略コードの策敵がよく分かってなくて、普段俺パブ G やけんね、やってるんで。パブ G、俺パブ G あんまやってないっすよ。まあ普通怖いコードよね。やるとしたら、プレフォーでフォートネイトか。はいはいはい。なんか怖いコードばっかやってて、プレフォーのフォートネイトやったら、怖いコードみたいにマップになんか足跡表示されねえから、敵の足跡なんか味方の足跡なんかわかんないですよ。音は出るんですけど。はい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 、はい。でそれで最初の頃めっちゃ困る。ああ悩むね。え、それは味方に出くわしたらさ、一応味方ってわかるんですか？わかります。なんか一応なんか上に出てるんですよ、プロコードみたいな。はいはいはい。いや、FFR っていうなんか FF？ フレンドリーファイヤー、味方をにダメージ入る銃で。それわかんない、それまだ初心者。ああなんか、フォートナイトなんか車がハートみたいな。ハート？ショッピングカート。ああ。ちょくちょくなんか見た目はふざけとるもんね。話。フォートナイトに6万ぐらい課金してる。100万？ 6 万。6万やば。何に使うのかな？アバター？なんか友達なんか変なクマちゃんの服みたいな。に6万。とか、なんかいろいろ変な虹のなんか、斧みたいなやつも。ああ、はい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 。あの、壊すときのな。はいはい。そう。最初の頃は、俺も何でもこいつ、そのね、やば、ま、同じとこ来んなよ、マジ、ほんと。マジか。同じ部屋に俺よ。やば、銃取られた。やば。やばいか、それ。おい、やった。危な。ここいるっす、俺んとこいるっす。あいつゼロボイス。俺の周りもめっちゃおるんやけど。ナイスナイス。なんか。ナイスナイス。ゼロボイス。めっちゃおるっすよ、ね。めっちゃおるね。2パーティーは見たけどさ、それ以上におったけんびっくりしたわ。まだおるよ。俺の右側の辺、家のとこ多分おると思う。スターバックス。あ、それどこあ、どっから撃たれてるか分からん。隣、あ、ここの家か。中家だろ。あ、おった、1階におる。1階におった今。
遊びに行く。俺も遊び行く。お邪魔しまーす。あーマジか。どこった？もうマジで2階っすね。ダンボールの裏。ナイス。あ、この裏におったんか。大体みんな俺とか。あとスターバックス。スタバ？あら。スターバックスみたいなとこあるじゃないですか。あ、正面に。ここに、うん。そこじゃないです。その奥、その近くら辺には、そこからさっきジュース入ってました。1階建てのね、了解。回復がねえな。マジ、あん、ここ行ったのも知ってんけど、ダンボールの裏いるんだったら教えてほしかった。おるよって、ダンボールの裏いるよみたいな。来てねみたいな。たまにダンボールがなんか、うん、敵は当たるのに俺には当たらないみたいな。あるある。手すりとかもあるね。手すりとか。敵？モスか。俺が投げた。ここね。あ、ちょっと。あ、入ってきた。入ってきたね。おい、出て行った。隣に入ったね。お隣の家に入りましたね、あいつ。暗い。ガーケン、お前、なんで前家の中投げるんだよ、俺の。おかしいだろ、ほんと。まあいいわ。結果オーライ、これでいいや。相手から場所分かんなかったね。あそこ隣に家ね。あ、頭見えた。お、行った。ドットつけとったかな。アイアンサイトやん、俺。ドットねえんだよ。なんだろう、何も持ってないの。めんどくせえな。頭だけ見える、あそこ。あ、当たった、一発。一発当たった。またスローも。なんか、あの、ER のやつが前みたいになんか、ああいう、何もスコープつけない時のスコープがなんか変になりました。あ、そうなんや。あそこ伏せとるね、ダンボールが。置くか。あ、置いた。ナイス。決め打ちですよ。これ、新モッパー苦手っすね。うん、難しいよね。新マップにね、慣れたらこっちの方がいいだってなるんやからね。なかなか慣れるまでが。パブ G に行く前はね、新マップ嫌いやったんやけど、パブ G 行ってから戻ってきたら好きになったね、新マップ。なんかパブ G となんか似てるっすよね。うん、パブ G ってなんか広さが一緒やけど、ね、下の色とか。そうそう、そうです。広さが一緒やけん、ね、結構わかりやすいというか考えやすい。やばい。あ、いる。外事か、いつマジで。イモリマップだよ、ほんと。イモリばっかりじゃないですよ。さっきまで何もこいつ動いてなかったやつ、ビビるわ、ほんと。あ、来た。いや、アイスバンちゃんグレで死ぬんかな。死ね。よいしょ。グレでキルしたらもう神っすよ。あー、今の知らんか。え、あれ当たってやろ。グレのバフ、バフでね、死んだかと思ったけど。あ、いや、もういいや、俺に引こう。あいつ戦うんでいいわ。戦う意味なし。スポシャン。アイトルー。